どうも、ヒデさんエアテクチャンネルヒデさんです。今回はですね、エアコン工事を始めたばかりの方、これからエアコン工事を始めようと考えている方に送るプランニングのメッセージになります。まずですね、エアコンの工事を始めて何年で独立できるのか、したらいいのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。これはですね、私の独断と偏見によるプランニングになりますんで、あくまでも参考にする程度でお考えください。まず私の考えとしては5年ですね。5年で独立開業するのがいいと思います。まあ、その主張の理由としてはですね、一箇所の会社に長くいてもですね、あまりメリットはないです。そもそもですね、このお話はエアコンの工事で独立して将来一人親方、または会社として大きくしていきたい、そういう野望を持っている方に対するメッセージになりますんで、そこのところよろしくお願いします。5年の間にですね、何をしたらいいのかということを少し話していきたいと思います。まずですね、技術はもちろんですね、5年の間に磨いていく必要があるんですけれども、その他にですね、お金ですね、お金、開業資金、運転資金、この辺を潤沢にですね、貯めていく必要があると思います。仮にですね、5年とした時に60ヶ月ですね、60ヶ月の期間があります。その間にどれぐらいのお金を貯めれるか、いろいろ払いがあったりとかですね、ローンですね、ローンとか、日々の生活に追われて、なかなかお金を貯めるっていうのは大変だと思うんですけれども、一応5年だと60ヶ月ですね。60ヶ月の間にですね、仮に3万円ずつ、毎月3万円ずつ貯めたとしても、サブ68、180万ですね。180万のお金が、お金をですね、貯めることができます。毎月5万円ずつ貯めたら、5、6、30です。300万ですね。300万の大きいお金を貯めることができます。ですから、まずはですね、5年の間に、お金を貯めてください。お金を貯めることによって、運転資金、開業資金、そちらに充てることができますんで。まずはその1点です。次に、エアコンの取り付け業者にもう就職されている方は聞き流してください。これから就職をお考えの方、参考までに聞いてください。まず、ルームエアコンをたくさんつけられるですね、会社に就職してみてください。なぜかというとですね、ルームエアコンというのはもう空調のですね、基本中の基本、世の中の空調で一番多く使われているのがルームエアコンになります。そのルームエアコンの取り付け工事を覚えることによって、毎日の日銭をですね、稼げるようになります。工事の数としてはやはり一番ルームエアコンが多いので、その点でルームエアコンの工事をまず意の一番で覚えてください。それには量販店でもいいですし、街の小さな電気屋さんでもいいと思います。私の知っている人の中では、3ヶ月ですね、3ヶ月で、量販店さんの取り付け工事ですね、修行をですね、3ヶ月間して、それで自分で始めたっていう方もいるんですけれども、それはあまりお勧めしないです。なぜかというと、技術的にやりながら覚えていくような形になってしまいますんでね。できることならば、量販店さんでも、ちっちゃい、電気屋さんでもいいですけれども、ルームエアコンを主に取り付けを行っているところで、最低でも2年ぐらいは、修行された方がいいと思います。それで、2年間修行された後ですね、大体ですね、家庭用のエアコン、ルームエアコンの取り付けは覚えられると思います。いろいろ取り付け条件によっては難しい場合もありますけれども、基本的なことは覚えられると思います。そして、次の段階ですね。家庭用のエアコンを、取り付けをですね、覚えることができたらですね、どうしても家庭用のエアコンは、需要がですね、夏場、6月、7月、8月ですね、その3ヶ月間、約2ヶ月半に集中しています。で、それ以外の時っていうのは、だいぶですね、需要っていうのはぐっと少なくなってしまいますんで、1年間を通して仕事をしていく上でですね、エアコンの工事やっていく場合ですね、ルームエアコンだけじゃなくて、
業務用のエアコンも覚えていく必要があると思います。次に、ルームエアコンを取り付けられるようになったあなたはどう進んでいくべきかというとですね、空調もですね、今度は業務用のエアコンを取り付けしている会社に再就職するべきだと思います。業務用のエアコンを取り付ける会社に就職する場合ですね、なかなかズブの素人さんっていうのを取ってないところが多いです。そこでもうあなたは、家庭用のですねエアコン取り付けられるようになってますんで、エアコンの、素人さんじゃないということで、採用される可能性はだいぶ高いと思います。業務用のエアコンっていうのはですね、自分で独立した時ですね、その時わかると思いますけれども、これですね、単価が違います。単価が、家庭用のエアコンですね、ああいった家庭用のエアコン1台つけて、1台1万5000円とか、1万4000円なんですけれども、その時に、自分のところにですね入ってくる儲けっていうのはだいたい1万円前後だと思います。それに対して、業務用のエアコンですね、業務用のエアコンっていうのは1台、天井カセット、点火線ですね、4方向の点火線1台つって最低でも7万円から、条件によっては20万円ぐらいの売り上げが見込めます。それでその売り上げのうちの利益っていうのは大体半分以上利益は上げられる可能性があります。それは条件によって違いますんでね。ただ、同じ1台でも、手間も違いますけれども大きく売り上げを伸ばせる、武器になりますんで、業務用のエアコンぜひ、家庭用のエアコンですねつけれるようになったあなたは次に業務用のエアコンをつけられる、作業員、技術をですね磨ける会社に就職するのがおすすめです。業務用のエアコンを取り付けする会社に就職したあなたは3年間ですね、3年間一生懸命修行することによって一人前になります。本当に早い人だと3年で業務用のエアコン取り付け工事一人前になります。なぜかというとですね、もうすでにあなたは家庭用のエアコン、ルームエアコンの取り付けで2年間修行してますんで、その時の下地が生きます。そして業務用のエアコン取り付けするようになって早くて3年で一人前になりますんで、そうすれば、業務用のエアコンですね、パッケージエアコンであったりビルマル、いろんなエアコン工事できるようになりますんで、強い、本当に強い武器になります。将来ですね、自分で集客するようになって、家庭用のエアコン、業務用のエアコン、これ両方ですねできるようになれば本当に強いです。僕は実際ですね、両方、お客さんから直接受注してですね、売り上げを上げる武器となってますんで。最後にヒデさんのおすすめプラン、独立開業のおすすめプラン、5年で独立したらどうですかっていうお話なんですけれども、まとめになります。まずですね、5年間で、十分なですね、開業運転資金を貯めてください。次に5年間のうち2年間家庭用のエアコンみっちり作業できる会社に就職して、家庭用のエアコンをがっちり勉強してですね、基礎を作って、基礎を覚えてください。そしてその基礎を覚えた上で次の3年間業務用のエアコン取り付け工事している会社に再就職してください。そしてトータルですね、家庭用2年、業務用3年、トータル5年ですね、5年修行することによって独り立ちできるようになりますんで、皆さん頑張って修行していきましょう。頑張ろう。チャンネル登録よろしくお願いします。